い、11月29日ちょっと風でゴーゴーして引きづらいとは思いますけど、ここはね、屋島のミーバイの養殖場がある、横の方の海岸ですね。ちょっとね、緊急事態です。軽石がついに石垣に来ました。石垣に漂着、流れてきてます。こううっすらとこう横にずっと流れてきてる、これ軽石ですね。ちょっとね、あっちの左側の方にちょっと溜まってるのがあるので、ちょっと映してみましょうね。時間は15時10分ですね。すぐ満潮です。あ、もう打ち上げられてますね。軽石だ、大きい粒。こんなにたくさん、これ今から増えるんですよね。全部軽石。で、今ここは養殖場の外なんですね。東の海の方ですね。で、養殖場の方にも結構なんか溜まってるっていうのをちょっと聞いたので、今からちょっと養殖場の方にちょっと見に行ってみます。
ここは八島の養殖場のところです。もう養殖場のところにももういっぱい溜まってます。これ全部そうです。すごいです。うわー、すごい溜まってる。うわ、これ養殖場だから、これまた何食べてね、害が出なければいいけど、ちょっと心配ですね。すごい、こんなに溜まるんだ。やっぱここはあの先の方から入ってくるんでしょうね。先の方から入ってきて、道上で入ってきて、ここに溜まるんでしょうね。今もうほぼ道上の状態ですね。大変です。大変です。かなりの量が来てます。以上、11月29日、八島にもうすでに大量の、今からどんどん来るんでしょうね。結構たくさんの軽石が漂着しています。以上です。